こんにちは。この花の寒月です。今日もご質問の一つにお答えしていきたいと思います。店頭やイベント会場で必ず補正をしてますかとか、今着付けで補正をしているんですけれども、ちょっとそれが私には苦しくてというご相談や質問を受けています。今回は補正について私の考えでお答えしていきたいと思います。その前に補正に関わるので、着物のトレンド性について少しお話もさせてください。最近着物もファッションとして捉えられてきています。ファッションの目的って綺麗に着ることなんですけれども、その綺麗に着るっていうことがどういうことなのかと言いますと、それは細く見せる、若々しく見せるっていうことになります。決して若作りをするということではありません。細く見せて若く見せるということです。最近着物の雑誌でもマイナス5歳、マイナス5キロの着付けというタイトルを多く見られるのではないでしょうか。着物にもこういったトレンドの流れが来ています。それでなぜこの話を補正の前にしたかと言いますと、補正をしすぎてしまうと太って見えるっていうことになるんですね。この太って見えるっていうことがトレンドと逆行してしまうっていうことがありますので、このお話を少しさせていただきました。それでは補正の話に入っていきますね。補正が必要な着物っていうのはもちろんあるんですけれども、いわゆる普段着物だったり街着として楽しむおしゃれ着物に関しては、私が見る限りでは補正はいらないのではないかなと感じています。サイズでいうと M サイズ以上の方は補正はいらないと思います。ここで問題になってくるのが上半身ですね。上が M サイズ、下半身が L とか LL サイズの方なんですけれども、特に50代以上の方はこういった体型の方が増えてきます。よく言われるのがウエストと腰回りに差があるので補正をして寸胴にしてくださいっていうことなんですけれども、補正をした段階で寸胴にしてしまって襦袢を着たり着物を着たり、また着物のおはしょりを作ったり紐を何本も結んだり、そしてその上に帯を二重に巻いていくと、どうしても太って見えてしまうんですね。腰回りのサイズに合わせてお腹周りを作ってしまうと太って見える原因になってしまいます。補正がなくても襦袢や着物のおはしょりなどが補正の代わりになりますので、補正はしなくてもいいのではないかなと思います。少し物足りないくらいが帯を巻いた時に綺麗な着姿になります。帯ですっきりと見せる帯の巻き方の動画も紹介しておりますので、そちらもぜひ参考になさってみてください。逆に補正が必要な方なんですけれども、 S サイズの方ですね、だいたい腰回りが85センチ以下の方になります。そういうサイズになるとウエストもだいたい60センチ以下になってきますので、補正をされた方が綺麗です。補正と言いましても、お腹周りにこういう薄いタオルを、三つ折りにして巻いていただくぐらいで大丈夫です。ほっそりした方は、そのままお着物を着られるとどうしてもちょっと子供っぽく見えてしまうんですね。そういった方は簡単な補正をおすすめしています。補正をせずに着ていただくと着物の中で体が自由に泳ぐような感じになります。着心地も良くなりますので、よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。